こんにちは、ウーファーの岸本です。今日はですね、動画編集をしている方でも静止画をですね、サクッときれいにしてすぐ使いたいっていうことが結構あると思うんですけども、そんな時に使えるソフトかなというものを紹介したいと思います。ルミナーネオっていうソフト、私全然知らなかったんですけども、興味ありますかということで、ディーラーの方からご連絡いただいて、じゃあ、使ってみようかなと思って、送ってもらいました。で、1万円ぐらいの買い取りのソフトなんですけども、 AI でいろいろ処理を勝手にしてくれるというものです。細かい処理ができるっていうことは、もうフォトショップとかアフィニティフォトっていうのを使ってるんですけども、で、もちろんそれは時間をかければいろんなことができるんだけども、動画で 2,3 秒使う静止画にそんだけ時間かけられますかっていうことが、特にお仕事でやってる方はあると思うんですよ。今日は私初めて使うんですけども、皆さんと一緒にですね、どんな機能があるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。で、このソフトはですね、正式に2月15日から、日本でも販売されるようなんですけども、今iPhone で撮ったテスト素材をここに入れてます。ルミナーネオインストールも簡単で、ダウンロードしたものを単にアプリケーションフォルダーにコピーするだけと。そうすると最初静止画が入ったページが開きますけども、今日はまずこれを開いてみましょうか。開いてみたら、ここにメニューが今出てきてます。リライトは近くの明るさ、遠くの明るさっていうのを別々に調整できる。近くを明るくしていく、暗くしていく。今なんかこの写真だと、この辺を明るくしたいですよね。だから手前は暗く、手前は暗く、向こうから光が来ているような感じで、で、遠くの方をちょっと明るくする。こんな感じどうですかね。で、スカイ、スカイってなんだこれ。スカイは、雲、雲ね。スカイの方向とかいろいろ決め、雲のセクションっていうのがこういうふうに出てきて、例えばだけど、こういうのに変えてみる。あれ？これ変えたら、この水に映ってる雲の様子も、水に映ってる色もちょっと変わったかな、もしかして。元に戻す。これ元に、やっぱりこの水に映ってるところも変わってますね。これとかで変えてみましょう。うわ、なんかやりすぎっていう感じだね。やりすぎっていう感じやけど、ちゃんとここになんかこう出っ張りっていうか、このクレーンが出てたら、それもちゃんと前に来てるし、すごいよこれ。これで、これに似合う雲を探せるっていう。これもかっこいいね。なんか劇的に変化するから、夏の空になったりとか、これ冬、夏から冬みたいなことができるんでね。アトモスフィア、モードは今霧になってますけど、ミストとかにしてみようか。ミストとかで適応量をぐーっと増やしていくと、なんか向こうから雪が降ってきてるっぽい。どうすかこれ、すごい、これマックス。なんか向こうから雪来てるっていう感じ。それとか、濃度も変えられるか。だからこれで濃度をガッと変えるとあまり変わらへんね。ミストじゃなくて霧にしてみようか。ホワイトアウトする。なるほど。あんまり使うことないかなこれね。それから太陽光線、何やろこれ。太陽、太陽が急に出てきる。こんな北から太陽出てきたやつどうすんのっていう感じしますけど、一瞬だけだったらね、こういうのもありかもしれないし。ドラマチック、適応量。なるほど。こういうコントラストめっちゃきつくなってくるやつね。これ品川にある吹上湯というお風呂屋さんの煙突なんですけど、もう絶滅危惧種ですよね、お風呂屋さん。この空に電線がいっぱいありますよね。これが風景写真やったかな。違うや。何やったっけ。ノイズ低減か。違う。縁取り？消去か。消去のところに
電線を除去っていうのがあるんですよ。これをやってます。電線除去。今考え中。おお、消えた。すごくないですかこれ。ってよく YouTuber の人言いますよね。でも電車の線も一緒に消えてしまったけど、これちょっと戻してみますね。戻すとこれで電線を除去。なるほど。これ今使ってるマシンは M1 Max なので結構パワーがいるっていうことね。これ考えはるっていうことね。それでここの空がこの時は快晴だけど、さっきのなんかあの雲をつけたやつあったよね。こうスカイか、スカイの雲のセレクションっていうのから、例えば夏っぽいのをこう出してみるとか。ああなんか取ってつけたような雲やけど、ちゃんとこの建物の後ろに一瞬にしてこう入っちゃうと、こう好きな雲を選んでくださいみたいな。ああこれなんかいいね、こんな感じね。ああ秋の空みたいな感じで。ああこれは何だか、ああこれは iPhone でちょっとリグを取ったんですが、これで後ろ結構明るいですよね。でこの実際に撮りたいところ、これフォーカスちょっとボケてますけども、もうちょっとここでも目立たせたい、こういうことよくありますよね。リライトで遠くの明るさ、これを暗くしたい。遠くの明るさ暗く、どうですか。遠くの明るさ暗く、ほんで近くにあるものを明るく、ほんでその濃度、どっちに傾けるかっていうことよね、これ。マックスマックスにしてみましょうか。これで前と適用後、こっちの方が強調されるよね、やっぱりね。これだといくら後ろのものがボケててもちょっとなんかごちゃごちゃしてるけど、これだったらものすごくレンズが強調されるというものに、これぐらいのサクッとした感じでできるので、もう結構いいですね。こんな感じで、AI を使って適当に撮った写真をそれなりにサクッと直せるという、そういうソフトですね。ルミナーネオということで、今後ちょっと使っていってまた分かったことがあったらお知らせしたいと思いますけども、私このソフトがいいなと思うのは、一応買い取りで、2台まで入れられるみたいです。1台しか入れられないというバージョンもあるみたいですけど、基本的に、買い取ったら2台のマシンまで同じ ID で入れられるということで、どんだけ使っても1万円ほどで使えるということですよ。どっかのね、有名なソフトみたいに毎月毎月払わなくていいので、私は今フォトショップは CS6 までは使ってましたけど、それ以降はこのアフィニティのシリーズを使ってます。アフィニティのシリーズも買い取りなんですよね。でこの、ルミナネオっていうのも買い取りなので、1万円払えば何年でも基本的には使えるだろうというものです。なので動画作成をしてるけども写真をたまになんか加工しなければならないという方にはすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、今日のこの Vlog が参考になったと思う方はぜひグッドボタン、それから私はですね、動画の記録映像の制作というのを本職としてやってまして、そこで使ういろんな機材とか、あるいはこういうソフトとかですね、そういうものを実験したりとか、あるいはレビューしたりしておりますので、今後も見てもいいよという方はですね、ぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。はい、だからちょっとこう自分で撮った写真をなんか物足りないなというところに時に、ちょっとこれでサクサクっと補正してみるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いました。もう2月の中盤を超えてきましたのでね、春も近いかなと思いますけども、今年の冬は結構寒いので皆さん風邪なんかをひかないようにコロナにも注意して、お元気でお過ごしいただければと思います。
それでは次回の動画でまたお会いしたいと思いますけども、次回は久しぶりに照明の機材ですね、アパチャーというところから割と小型のですね、バッテリー駆動ができる照明が出たので、それの紹介をしてみたいと思います。それではまた次回お会いしたいと思います。さよなら。